塩尻市で妻を殺害した罪に問われている元県議会議員の裁判員裁判で、検察側の証人として、被害者の母親が法廷に立ち、証言しましまた。元県議会議員の丸山大輔被告は、2021年9月、塩尻市の酒造所の事務所兼自宅で、妻、のぞみさんの首を絞めて窒息死させたとして、殺人の罪に問われています。 16日の初公判では起訴内容を否認しましまた今日は動機の有無をめぐって、被告の不倫や選挙について証人尋問があり、のぞみさんから相談を受けていた友人とのぞみさんの母親が検察側の証人として法廷に立ちました友人は2016年にのぞみさんが被告に不倫の話をした際、 首を蹴られたとメッセージがあったなどと証言、その後、のぞみさんとランチをした際には、首を絞められたと言っていたと証言、弁護側の質問に対しては、2016年のランチ以降は大きなトラブルがあったとは聞いていないと話しました。のぞみさんの母親は、選挙への援助について、4500万円の費用を出した。 夫の力でかなりの票を得たと証言その他酒造所の経営についても援助していたと話しました